金平梅。月の数は一つ、日の数も一つ。月の影はいくつ？海の上に、湖の上に、水の入った亀の中に。顔のない影は、ああ、多すぎて数えきれない。ここは歌姫、蔡国蘭の館。国蘭様、どうか一口でも召し上がってください。このままでは。胡蝶、私のことは放っておいて。私にはもう生きる気力がないの。いっそ死なせて。いけません。また以前のように歌ってください。みんなに国蘭様の歌を聴かせてください。はあ、無理よ。もう歌えない。しっかりしてください。国蘭様のためにある方にお手紙を出したんです。その方に会えば生きる力を取り戻せますわ。校長。国蘭様、いらっしゃいました。あなたは。数週間後、こちらは金蓮にお使いを命じられた春梅。このところ災難続きで、水蜜糖でも食べなきゃやってられないわ。買ってきて、春梅。金蓮奥様から言われたものの、今頃水蜜糖はないわよね。せめて見続けなら。キャッ！すみません。いえ、私こそよそ見をしていて。あ、水蜜糖。失礼ですが、その水蜜糖はどちらで？探しているのですが、どこにもなくて。通り館にありますよ。よければご案内します。助かります。私は春梅。私は胡蝶。当たってる。え？通り館の方に予言されたんです。帰り道に同じ年の少女に声をかけられて、もう一度通り館に戻ってくると。まあ、あ、見えてきました。あれが通り館です。優雅な方たちばかり。こっちよ。でもどこかで見たことが。あ、思い出した。うちの宴にいらしてた、確か蔡家の大奥様。あちらは高家の。そうそうたる名家の方々だわ。あ、仙道様。胡蝶ちゃん、どうしたの？忘れ物？予言通り戻ってきました。予言？何のこと？もう仙道様、忘れっぽいんだから。あら、ほほほ、ごめんなさい。はい、水蜜とお宅の奥様に持って行って差し上げて。ありがとうございます。お代を。いいのよ、これも何かの縁。ここは疲れた女人たちの身も心も癒す通り館。お宅の奥様もぜひ遊びにいらしてくださいね。通り館はね、別名お手入れの館といってね、仙道様をはじめとした薬師の方々がいろいろな方法で体から毒素を出してくださるの。うちの国蘭様はここ数年気が沈んで、毎日死にたいとかおっしゃっていたけど、お手入れを受けたら見違えるほどお元気に。まあ素敵。うちの奥様にも話してみるわ。
お手入れの館？もちろん行くわ。だって見てよ、この荒れた肌、ツヤも良くないし、あのろくでもない緑鏡のせいで気苦労が絶えなかったせいよ。確かに苦労させられましたね。本当に気味の悪い男だったわ。結局あの男の目的も素顔だって気味の悪い仮面のせいでわからなかったし、ちょうどいい厄払いになるわ。早々にその通り館に連れてって。はい。こうして金蓮と春梅はお手入れのために通り館にやってきたのでした。ようこそいらっしゃいました。お話を聞いて飛んでまいりましたのよ。光栄です。ぜひ私どもにお任せください。奥様には全身の潤いを取り戻す貝も包みなどお願いしますわ。はあ、いかがですか奥様。気持ちよすぎて眠くなっちゃう。しばらくお休みください。その後手足や爪のお手入れなど。嬉しい。外でお待ちしてますね。よかった、気に入っていただけたみたい。春梅さん、校長さん。ここを教えてくれてありがとう。奥様はとっても喜んでます。それは良かったわ。いろいろあって奥様お疲れのようだったからとてもホッとしてます。春梅さん、奥様思いなんですね。奥様のことは大好きなので少しでもお役に立てると嬉しいんです。わかります、私もコクラン様が大好きで。コクラン様は私の命の恩人なんです。私小さい頃人飼いのところから逃げたんです。その時ランララランラランラ、コクラン様の家に入り込んで、ルルルルランランラン、お前何してるの。見つかった。ごめんなさい。綺麗な歌が聞こえたから入ったらお腹が空いて。私は空腹な子供を見るのが大嫌いなの。たらふく食べて飢えを満たしてちょうだい。でもただ食いは許さないわ。食べた分は働いて返して。その時からずっとお世話になってるんです。コクラン様はちょっときついところが終わりになるけど、実はとても情の深い方なんです。私もコクラン様のお役に立てるならどんなことでも。うちの金蓮奥様も似たところがあります。もしかして気が合うかも。まあそうなったら嬉しいです。コクラン様は歌がとてもお上手なんです。うちの奥様も歌を聴くのがとてもお好きで。春梅、校長。お待たせ。どう？お綺麗です。いつもの千倍潤ってらっしゃいます。この館の誰よりも。もちろんです。どう校長、お美しいです。コクラン様、この館で一番。もちろんです、コクラン様。私が一番ですって。まずい、お二人の競争心を煽ってしまった。
神女子コミックを最後までご覧いただきありがとうございます。今回のお話いかがでした？感想をコメント欄に書いてくれると嬉しいな。チャンネル登録、高評価もいただけますととっても励みになりますわね、旦那様。皆様、どうぞよろしくお願いします。